はい、こんねぎもりもりです。今回はね、まあアップデートね、強化されたナヒモフクをね使っていきたいと思います。でもちろんね、ナヒモフクの対戦グレネードは核魚雷です。まあね、核魚雷がねベストだと感じました。ではね、行きましょう。はい、来ましたね。では行きますか。さてさて、マップは何かな、忘れたまあまあいいでしょう。ということで、まずはマジで待って、左潜水艦の空母ティアニーなんやけど、船体でもないやん。マジか、奇跡すぎやろこのマッチ。マジ二度見。待って、ティアニーの、ティアニー2隻やんだけど負けたやんこれ絶対。相手全員ティアシン、ティアサササさんやと思うし。マジどういうことこれ。どういうこと、マジどういうこと。てか空母索敵してくれ、せめてティアニーなら、ティアニーはせめて空母索敵しろよこれやろ。まあまあ自分でね、まあ索敵していきますけど、いやちょっとティアニならせめて索敵ぐらいしてくれよ。まあいいよ、別にもういいわ。おいたね、雑魚来て。マジかよ待って、相手にもティアニおる。このマッチやばすぎやろ。なんか戦隊、マジ海洋だってね。このマッチティアニ3人おるやで。ティア3だよねこれ、これティア3だよね。あれこれティア3だよね。マジか、奇跡。マジこんな奇跡あるの、やばすぎやばすぎ。まあいいや、ちょっと回をちょっと叩いていきましょうか。この動画ナヒモフの対戦ぐらいが、対戦グレードが4つになったっていう動画なんだけど、あれティアニが3隻いるって動画だっけ。まあいいよ、回をそう、オッケー、回をヘリゲッチしましょう。この動画、なんちゃんの対戦グレード3つ強化されましたっていう動画ないけど、あれティアニ、ごめんね、ティアニめっちゃおるマジで、まあいいでしょう。まあそんなこともあるよ、しちゃって。とりあえずゼロ候補かな、やっていきましょうか。なんちゃん同じなんちゃん組です。ちょいね、こいつね、対戦グレードだけね、12枚いきますからね。120枚やばい、いや強いね。まあ普通に強いやね。ほっと先になんちゃう、同じね、ひもふくん同士。強っ。いやでもやっぱ結構3、やっぱねこの立ち位置だとね、敵突撃すると死んじゃうんですよ。このかくらんちゃんはね、対戦できますから、まあ先にこっち攻撃しますけども、はい、じゃあ振ったか。でも DF リードイスカルの上叩き、OK、これはいいかな。 OK、 じゃあ対戦グレーナーちゃんにちょっと攻撃してみましょうか。マジか、ティアニ3人はやばい。普通にね、やっぱ4枠はやばいわ。 F12 と同じですからね。 F12 は見せちゃいますよ。いや、あ、やべ、消えた。いやはや、マジかよ。ちょっとこれは始めるんだ。とりあえず有利となって、最後にジェラルドの方やってみましょうか。いやー、あとこの動画、ヤキモフ4枠にやったっていう動画なんだけど、あれ、まあでもティアニが非常に強すぎて、まあまあいいでしょう。とりあえずやっていきましょう。 OK1 です。いやー、まさかのね、3隻ティアニ3隻と、やばいな。てか空母何も、空母9、10万ダメージ全然してないよ。ちょっとぐらい攻撃しちゃう、この野郎。まあいいわ。ではね、ご視聴ありがとうございました。